スプリンターはダイムラー AG が生産、販売する商用車である。1977年から発売されていたメルセデスベンツトランスポーターに代わり、1995年から欧州で2001年から米国で発売され、米国では当初はフレートライナーブランドのみで販売されていた。2代目まではメルセデスベンツコマーシャルとフォルクスワーゲンとの合弁事業として企画され、 開発と生産はダイムラー AG が行うがエンジンとトランスミッションはそれぞれの自社製でフロントマスクも両ブランドで異なる。初代スプリンターは VWLT の2代目との2代目は VW クラフターの初代との姉妹車である。このほか、ダイムラーグループ各社へも OEM として供給されている。宅配、訪問サービス用の車両として用いられる。 ウォークイン版がメインであるが、ミニバス、救急車、キャンピングカー、トラックなど各種特殊用途車両や特装車などのベースカーとしても用いられることが多い、ため、キャブシャー市の販売もある。欧州、アジア、オーストラリア、南アメリカ向けなど年間約12万台ほどが生産されており、2006年の時点で累計130万台が生産されている。米国では、 クライスラー部門により、ダチスプリンターとして販売されている。燃料電池車も開発されており、ユナイテッドパーセルサービスに貸し出されて、実証実験が行われている。1995インターナショナルファンオブザイ,イヤー、2006年度のインテリジョイス、エクセレントバリューアワードに選定されている。ホイールベースは3.0メートル、3.5メートル、4.0メートルの3種。 サスペンションは、フロントは、ストラット、コイルスプリング、リアは、リジットアクスルリーフ式サスペンションであるが、バネは、板間摩擦のない看板で、スパンも、かなり長いため、日本やアジア製の商用車に比べると、突き上げが少ない。積載時のトラクションを重視しており、同種の欧州車では少数派の後輪駆動を採用する。四輪駆動車もあり、その悪路走破性は、 なかなかのものである。2006年にヨーロッパで発表。2013年と2014年に大幅改良トランスミッションは5速 AT が用意されている。2018年2月に登場。メルセデスの最新車載、インフォテインメントシステム、マバックスを4代目 A クラスに続いて搭載し、次世代の通信、ドライバーアシスト機能を手に入れた。ドイツでは、 乗用車登録可能であるデリバリー版は高速道路アウトバーンにおけるトラックに対する速度規制を免れることができる。その背景でスプリンターの速度超過による事故が続出し社会問題化した。消費者への安全イメージを訴求するメルセデスベンツは対応に苦慮している。日本ではスプリンターの名称がトヨタ自動車により商標登録されていたため、 トランスポーター T1N という名称で輸入、販売されていたものの、ダイムラークライスラーと三菱不走トラックバスとの関係強化に伴い、同門の大型トラックアクトロスと同様に販売終了、2006年までに日本における商用車の正規輸入販売から撤退した。2004年に大阪市交通局がコミュニティバス、赤バス用として13台を導入している。 これはもともと赤バス用として使用していたオムニノーバーマルチライダーがメーカーの経営破綻により製造中止となっていたための措置で標準仕様のステップバスであることからフリフラット構造ではないため以前によりサービスダウンとなっているワンボックスタイプのほか、キャブシャシーでの正規輸入も行われていたが販売は振るわずごく少数がバンやキャリアカーキャンピングカーとして仮装された 2004年からダッジラム版に代わってダッジスプリンターとして北米で販売されており2005年にアメリカで19,578台を販売フルサイズ版において3.5%のシェアを握っているエアストリームなどキャンピングカーのベースとしても利用されているありがとうございます